秋山明は日本のコピーライター。合わせて現在ライトパブリシティ代表取締役、並びに CEO である。男は黙って札幌ビール、東京都世田谷区奥沢に生まれる。幼少期からアメリカンカルチャーに馴染みを持ち、ニューヨーカーやエスクアイアなどの雑誌を読みやさる学生生活を送る。その頃に DDB がフォルクスワーゲンビートルで完成させた。 広告制作手法として知られるノングラフィックにも一足早く触れており、その後広告制作の道を志望するようになる。立教大学経済学部卒業後、1958年に講談社に入社、宣伝部に配属される。若い女性などの雑誌や小説の帯のキャプション等を手掛けた後、1964年に現在まで、 キューピーマヨネーズの広告でコンビを組むことになるアートディレクター並びにデザイナーの細谷岩尾と知り合い細谷に誘われる形でライトパブリシティへ移籍。1965年には資生堂骨ケーキの骨ケーキ以外は綺麗に切れません。で TCC 新人賞を受賞するとともにコピーライターとしての才能を開花させる。特に1970年に 三船敏郎を起用したことで知られる、札幌ビールのキャンペーン広告、男は黙って、札幌ビールのコピーは有名である。1968年から今日まで、実に50年もの間、毎月女性誌に掲載されている、キューピーマヨネーズの広告のコピーライティングを手掛けている、ことでも知られる一方で、1982年に、大塚製薬から発売され、 現在では、同社の代表的製品として知られる、カロリーメイトや、ポカリスエットなどの発売当初のキャンペーン広告、またキャノンから発売された、ベストセラー一眼レフカメラの AE-1 や、パイオニアのコンポーネントカステレオ、ロンサムカーボーイの広告キャンペーンを長年にわたって担当していたことでも、その名を知られており、80歳を迎えた現在も、 第一線でコピーを書き続けている。アメリカ文学の翻訳小説に多い、ドライなロマンティシズムを内包した文体を持ち味とする。本来匿名であるコピーに、書き手の個性を与えた第一人者としてもその功績を知られる一方、名詞と動詞のみで書かれる文体は、コピーライターの神様と称される、中畑隆をして、すべてが直接で、不純物を含まない。 弾丸のように早く、コミュニケート可能な文体と表している。秋山のスタイルは、コピーは小説に勝てるか、写真は映像に勝てるか、どこまでも戦うべきだ、思っとうとしており、また、海外の映画、音楽、文学にも、独特の思向性を持つ。過去には、ウォーレン・オーツや、ライクーダーなど秋山がリスペクトする才能の持ち主を、 パイオニアのロンサムカーボーイのイメージキャラクターに寄与したこともある。1980年に刊行された TCC 広告年間においてコピーは僕だという誤解を受けそうなテーマを掲げたこともある。1980年代の到来とともに物が氾濫し始め豊かになった日本で現在の人と物のポジショニングに大きな開きが生まれ始めた頃に 誕生したテーマでもあり、現在の広告制作手法に強い影響を与えても、いる。またその一方で、秋山が持つセンスで華麗にコピーワークをこなしてゆく中、過去には、ADC の発起人でもある、荒井誠一郎からは、これだけのセンスを持ったコピーを世に送り出すというのは、驚異的だと評価されながらも、クオリティを維持するためには、 もう少し自重してもらいたいと評されたこともある。その他、前述の三船と郎を起用した、札幌ビールの男は黙っては、コピーが秋山らしくないとされるが、これについては、当時札幌側のマーケティングで、その当時、女性からのシェアが高かった、札幌ビールを男性向けにすべく強くアピールしようと企画されたもので、また参戦の起用も、 札幌側からの提案だったこともあり、以下の札幌側の要望を了承したことで完成したキャンペーン広告である。ちなみに、秋山はこのことに触れて、僕たちは DDB からレオ・バーネットの広告を作ることになった、と10回している参照。たた数、ありがとうございます。